ですけど、で畳みます、うん、重ねます重ねます重ねた状態でこう首の動きよく見てくださいね。頸椎に当たりますよね。頸椎に当ててます、わざと。だから湾曲を作ってる手で。でこれ無理やりグッてやらないで、軽く軽くで徐々に徐々に強めに頸椎に当てて、頸椎に当ててます、極突起に当ててます。力の引っ張る方向は自分の胸っていう感じ。全然力入ってないです。そんなそこまで、うん、うん、結構首動いてますけど全然力入ってないです。これもね気持ちいいんですよ。本当に気持ちいいんですよ。今日やった後ほとんど気持ちいいでしょ。ってさっきの背骨を引っ張るのも結構気持ちいいでしょあれ。で私はここをやった後に必ず、実はネックになっているのは胸椎なので、手結構手突っ込んであげてこの状態を作ってあげます。肩甲骨。肩甲骨のちょうど下角なので7番のところですね。7番をグッと押し込んでるわけです。これで力抜いてください。だらーん。え、胸椎の7番のとこにの切り付きのとこに手や中指を当ててるわけです。そうそう、3、4ぐらい当ててる。でこっちをちょっと、いやちょっとですよ、ちょっとやってあげることと、こっちをこうやるともうさっきよりまた感覚が変わるんですよ。首の感じが緩くなる、うん、緩くなる、うん、はい、これがストレートネックの調整になる。ちょっとこれを